にわかには信じられんな。本当にこの町の水が枯れつつあると？ええ。こんなに並々と水が溢れてんのに、どうするんだ会長さん。貴様の持ってきた調査結果は本当に信じられるのか？それなりの信憑性は保証しましょう。これは中央にとっても憂慮する事態の一つですから。都合のいいことを。中央がこの辺境にある我々の町にどれほどの関心を持っているというのだ。ステラードはこの一帯で唯一の水源を有する町。この町の水が失われれば、辺りの村や集落も軒並み枯れ果てていく。そして黄昏の海はさらに広がり、いずれ全ての地域を飲み込んでしまうでしょう。今やこれはあなた方だけの関心事ではありません。その点は理解していただきたいものです。全てを飲み込む黄昏の海か。乾いていく水源、枯れていく草木、飢えていく生き物たち、青き海は黄砂へと姿を変え、海に生きる生命は帰る場所を失った。それでも照り続ける日の光は、大地に残ったわずかな水分すらも無慈悲に干上がらせていく。そうやってゆっくりと、しかし確かに色褪せていく黄昏の世界。船酔いはしてないか？あ、コルテス兄様。大丈夫。波も穏やかなようだし。黄昏の海はいきなり表情を変える。気を抜きすぎるなよ、シャリ。ええ、分かってるわ。コルテス！お嬢様のことはシャリステラ様と呼べと言っておるだろう。テオジー、いいの。ここはルギオン村ではないのだから。いけません。嬢様はオサの一人娘。一歩外に出れば村の代表なのです。嬢様の言葉はすなわちルギオン村の言葉。いくら我々が相手といえども、威厳は保っていただかんと。もういいって言ってるのに。でも長かった旅もやっと一段落。
いや、ステラードについてからが本番なんだ。あまり大げさには喜べない。それは分かってるけど。ねえテオジ、ステラードってどんな町なの？豊かな水脈を持つ町だそうですぞ。讃えられた水を求め多くの人々が集まる。そう、活気のある町なのね。都会の光はまるで宝石のようだと子供の頃にお父様が話してくれたっけ。まさかこの目で見られる日が来るなんて嬉しい。ううん、今は浮かれてはダメ。お父様、村のみんな、私絶対にこの使命を果たしてみせるわ。しっかりしなきゃ。シャリ、近くの村は砂漠に飲み込まれたが、ルギオ村はまだ大丈夫だ。焦らずに、水が枯渇している理由を調べて対策を練ればいい。そうね、ステラードならきっと村を蘇らせる方法が見つかるはず。コルテス兄様、テオジ、どうか私を支えてくださいね。ご安心くだされ、ジョー様。そのためのわしら親子。この腕も胴も、すべてジョー様を支えるための柱であり壁。何も心配なさることはありますまい。ええ、頼りにしているわ、テオジ。うわっ！テオジ？どうした親父？いや、なに、その急に腰が。おいおい、親父も年なんだから気をつけないと。油断したわい、全くこれさえなければの。いたたたたた。まったく、寄りかかられる柱が先に折れてどうするんだ。大丈夫？ゆっくりそこにかけて。しかし困ったことになった。間もなく近くの陸地で呼吸をする予定だったのじゃが。確かに呼吸は必要だな。なければ呼吸は難しい？いや、ただ俺一人では時間がかかるんだ。私も手伝うから。気持ちは嬉しいけど、物資の搬入は力仕事だからな。私じゃ役に立たない？シャリーはシャリーにしかできないことをやればいい。気にするな。とはいえ、夜の海は危険だから、できれば暗くなる前にステラードに着きたい。あまり呼吸に時間を取られたくはないんだよな。そうだ、シャリー、錬金術でシップを調合してみたらどうかしら。できるのか？何からやればいいんだろう。まずはシップ薬の調合だよね。材料はこれをこうして。できた！へえ、なんだか手つきは危なっかしいけど、
やるじゃないか、シャリー。危なっかしいは余計です。おお、なかなかの塩梅ですな。痛みはどうかしら、テオジー。ん？これならすっかり元通りに。いたたたたた。だから、いきなり立ち上がるなって。しかしな、いたたたたた。あんまり効かなかったのかな。素材を変えてみたらどうだ？そうね。他に使えそうなものは。この部屋の中を少し探してみよう。はい。これ使えるかも。何でも試してみればいいさ。うん、もう一度調合してみるね。どうだ、親父。ん？おー、これはいい。痛みがスーッと消えていく。おい、親父。ジェオジー、いきなり立ち上がったら。何、心配なんかありやせん。さっきまでの腰の痛みが嘘のようじゃ。本当？もうすっかり良くなりましたわ。嬢様のおかげですな。よかった。やはり嬢様には錬金術の素質がありますぞ。自信をお持ちくだされ。そうかな。今までなんとなく見よう見まねで。嬢様は錬金術をしっかり学びなさい。必ずや嬢様の力となりましょうぞ。私の力に？そういえば俺も昔錬金術に手を出してみたが全くダメだった。鼻がち、親父の言う素質とやらも的外れじゃないのかもしれないな。素質。どれ、腰も治ったことじゃし船を見回ってくるか。治ったって言っても無理はするなよ親父。腰痛は癖になるって言うからな。お前に言われるまでもないわ。ん？どうしたの？どうやら陸地が近くなってきたようですな。どうやら停泊できそうな場所が見つかったらしいな。わあ、本当？これで補給ができますな。よかった。食料も今のままじゃ心もとないものね。よし、俺たちも外の様子を見に行くか。はい。嬢様、外に出られるなら身支度をなされよ。身支度？恩義に何かがあってからでは遅いですからな。ま、この辺には大した魔物はいないだろうが、備えるに越したことはないだろう。嬢様の身の回りのものはテーブルの上に置いてありますぞ。うん、じゃあ取ってくるね。
まったく。俺が追いかけるよ。親父はまだ無理すんな。頼むぞコルテス。わあ、砂漠が広がってる。おい、こら、シャーリー。あまり一人で先に行くな。あ、ごめんなさい。いくら安全そうな場所とはいえ、何があるかわからないんだぞ。はい。ところで、兄様。ん？なんだ？ここはもう、ステラードの近くなんですよね。ああ。ステラードは、もう目と鼻の先さ。憧れの海に燦然と輝くオアシス、ステラード。そのすぐ近くなのにこんなに砂漠が広がっているなんて。シャーリー、今は船で使えそうな素材を探そう。考えているだけでは何も始まらない。素材が見つからないみたい。ああ、これじゃ補給にならないな。どうしたらいいかな。ま、もう少し探してみよう。ルギオ村の近くと様子が違うのは当たり前だ。うん、もう少し探索を続けましょうか。ステラード周辺の情報収集を兼ねると思えば、まあいいだ。シャリー、落ち着け。そう言われても。大丈夫だ、手強い相手じゃない。全力で行きます。怪我はないか？お疲れさん。私も成長したみたいです。終わった。よく頑張ったな、シャリー。お見事。どなたですか？ハンター？まさか、獲物を横取りしてしまったのか。申し訳ない。気にしなくていい。お前、まさか、ユリエ？久しぶり、コルテス。知り合いですか？ああ、昔のだ。昔の？いや、ステラードに住んでいた頃に世話になったんだ。そっか、コルテス兄様、
昔村の外に修行に出てたって。かわいい妹さんね。からかうな。あなたは。ユリエ・クロッツェ、トレジャーハンターよ。トレジャーハンターさんですか？いろいろな伝承や言い伝えをもとに眠っているお宝を探すの。目指すは一攫千金。一攫千金。コルテス、あなたの妹さんはなんていうの？シャリステラと言います。私たちは。この子は俺ら一族の長の一人娘、姫様だ。兄弟じゃねえよ。ふん。よろしくお願いします。ええ。それでここで何を？船でステラードへ向かう途中なんだ。補給をしようと思ったんだが、この辺は何もないな。使えるものなんて取り尽くされてるから。そんな。食料と水欲しい？いいんですか？私をステラードまで送ってくれるなら。それだけで？大切な食べ物なのに。いいの。さてはお前、帰れなくなったな。そんなわけない。大方乗ってきた船の闘病を忘れて黄砂に持っていかれたとか、そんなところだろ。まさか図星か？別にいいわ。水も食料もいらないなら、さようなら。あ、待ってください。もう、コルテス兄様。どうするの？私はぜひ一緒に来ていただきたいなって。ま、いいんじゃないか。決まりね。行きましょう。はい。そうか、あんたがユリエさんか。息子が随分お世話になった。いいえ。この船はぜひ自分の家だと思ってくだされ。親父、もういいだろう。よかったらお宝探しとか町のこととか聞かせてください。興味あるの？はい、私村を出るのは今回が初めてなんです。辺りのことや都会での作法は全然わかりませんし。作法なんて別にないけど。でも服装とか、そのユリエさんみたいに綺麗じゃないですし。そう、あなたの格好も私は好きだけど。本当ですか？ええ、でも
空にあなたの一族が旅をするなんて聞いたことないわ。一体どうしてこんなところまで？実は。ですから私たち、この船でここまで旅をしてきたんです。ステラードならきっと村を救う手立てがあると思って。そう、ステラードはオアシスのような町なんですよね。きっと景色も綺麗でキラキラしてて。オアシスね。私きっと村を救う方法を見つけてみせます。それが私の務めですから。シャリちゃん、ご飯はもういいの？まだ残ってるじゃない。しっかり食べないと、お昼の前にお腹がペコたんよ。もう、ちゃんと食べたってば。母さんこそ、最近全然食べてないじゃん。私はダイエット中なの。はぁ、いい歳してダイエットなんて。シャリちゃんにはまだまだ負けないんだから。それで、今日もラウルさんのところに行くの？うん、在京組合に行けば何かしら仕事はあると思うから。何かしらなんて言ってないで、大きいの取ってらっしゃいな。あのね、世の中はそんなにうまくいかないの。私の娘なんだもの、大丈夫。とにかくアピールあるのみよ。お母さんはいつもそうなんだから。じゃ、行ってくるね。行ってらっしゃい。さてと、今日は組合にいつもと違う仕事はあるかな。ラウルさんって雑用しかくれないんだよね。そろそろ大きな仕事をスパーンと終わらせてバコーンと稼ぎたい。うん、今日は占いも良かったし、ひょっとしたら。うん、人生そんなに甘くないよね。でもひょっとしたら。今日はいいことありますように。おはようございます。おう、シャリーか。
長と誰だ。踊り込み中でした。いや大丈夫だ。でもその人は、この辺りの遺跡調査のために中央から来たお役人さんだ。失礼のないようにな。え、中央から。ソウル・グラマンです。あ、シャルロッテ・エルミナスです。遺跡調査、もしかしたらすっごいお宝とか見つかったり。私こう見えても錬金術師なんです。ご用命の時にはいつでも。そうですか、どうぞよろしく。反応うっす。もしかして中央じゃ錬金術って珍しくもなんともないのかな。でもアピールしなきゃ。母さんも言ってたじゃない。シャリー、今日の仕事だが、いつものを頼めるか。え、またゴミ拾い。他のってないんですか。他のどんなのだ。その、お役人さんのお手伝いとか、いろいろあるじゃないですか。やれやれ、お前に頼めないなら仕方ねえな。掃除も報酬も別のやつに回すか。いえ、やります。いやだな、もう組長ったら。もういぶし銀。なんだそれ。でなんだ、この町の浄水装置の問題じゃねえっていうこと。そう考えるのが自然です。だからこそ徹底した調査が必要なんです。調査か。シャル、どうしたの。ミルコ、10回潰された食料ウサギみたいな顔して考え事。似合わない。別に。ミルカこそどうしたの。こんな下町に来るなんて珍しいじゃん。サボりよ。え、大丈夫なの。あんたんとこいつも大忙しでしょ。似たような依頼ばかりでうんざりするの。毎日毎日来る日も来る日も、明日も明後日も、とにかく連戦するだけ。嫌気がさすわ。うわ、贅沢言ってるな。うちなんかアトリエだけじゃ食べていけなくて、こうして日雇い仕事やってんのに。ここでは連戦が目新しいのよ。きっとそのうち飽きられる。そうしたら、シャルみたいな昔ながらの錬金術師が必要とされるようになるのよ。だから日雇いなんかやめて、もっと錬金術の腕を磨いて、お得意さんを作って。あたし、忙しいあんたと違ってそんな余裕どこにもないからさ。
めよう、ミルカ。中央に留学できたあんたは私の誇りなんだから。今にきっと私たち二人ででっかいことをしてやろうよ。ね。そうね。じゃあ私仕事があるから、またね。私何してんだろう。ミルカに当たったって仕方ないのに。あちこち散らかってるね。でも使えそうなものがちょこちょこありそうかも。あ、あれって鉱石かぼちゃ？と思ったらただの鉄くずか。でも今日のゴミたちはなかなかできそうなゴミたちじゃない。さあ、てと仕事仕事、元気にゴミ拾ってこう。ゴミゴミ拾い、報酬激安。これで全部かな。組合に戻ってラウルさんに報告しよう。おー、シャリーカ、ご苦労さん。ほら、報酬だ。本当に安い。文句あんのか？いや、ないですけど。もうちょっと増えませんか？報酬を増やしてほしいならもっと腕を磨くことだな。ゴミ拾いに腕を磨くも何もないじゃないですか。そんなことねえよ。ゴミ拾いだって効率よくやろうと思えば工夫の余地はいくらでもある。人はみんなそうやって小さいところから積み上げてでかくなっていくんだ。私だってそのうちバーンとでっかいことをしてドーンと大物になってやるんだから。ふん、でなんかプランでもあんのか。それはまだないけど。私が大物になってから分け前をくれなんて言っても遅いんだからね。にぎやかなお嬢さんですね。元気だけが取り柄なんだよ、あいつは。さてと、大体の話は分かった。そろそろ聞かせてもらおうじゃねえか。今この町に起きてる問題の原因ってやつ。では、はあ、今日の仕事もおしまい。ラウルさん、なんだか難しそうな話してた。お前には分かんないことだって言われてるような気がした。そりゃそうだよね。たかが下町の流行らない錬金術師の卵じゃ。ミルカ、母さん、私の未来何にも見えないよ。ラウルさんのケチ。何がいぶし銀よ、あの主戦度。シャリちゃん、おかえり。今日もお疲れ様だったわね。ただいま、母さん。もうお腹ペコペコ。ちゃんと手を洗ってうがいもするのよ。母さんってば、いつまでも子供扱いするんだから。
シャリーちゃんはいつまでも私の可愛い娘だもの。そういうことじゃないっての。それじゃ、すぐにご飯の支度をするから休んで待っててね。はい。ペコ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 腹ペコタン、ハチミツ7倍それ、何の歌？ダサいよ。でっかいことか。ラウルさんだけじゃなくて、ミルカにまで行っちゃったな。ミルカには最新式の錬成機と中央で勉強してきた知識がある。でも私には独学した錬金術の技と元気しかない。どうすればこの毎日を変えられるんだろう。人生って難しい。なんでもいい。ゴミ拾いじゃない仕事がしたい。もっと広い世界に飛び出したい。私にしかできないことをして、ちゃんと認められて、母さんを喜ばせたい。私にしかできないことって、ないのかな。始めるよ。